はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。いやー、ちょっと久しぶりに風邪をひきまして、ちょっとね、鼻声なんですけれど、頑張りますよ。今日はこちら、じゃじゃん、世界一まずい飴、サルミアキ。はい、パッケージ近くで見るとこんな感じです。うん、なんか飴が入ってそうですね。実はこれ、日本ではなくフィンランドの飴で、世界一まずいと有名なキャンディーです。これ何でできてるかというと、薬草リコリスと塩化アンモニウムから作られた飴だそうです。アンモニウムか、それの時点でやばいよね。もちろんスーパーやコンビニでは買えません。これアマゾンで購入できるんですけれど、海外からの輸入品なので届くまで2週間ほどかかります。じゃあ開けてみますよ。お、黒い。え、ちょっと手に出してみましょう。うわ、なんだこりゃ、なにこれ。うわ、なんか真っ黒ですね。そしてなんかツヤもないというか、飴には見えないぞこれ。なんかダイヤ型って感じですかね。で、こちらの飴、噂によると3人中2人は途中でギブアップするそうです。ほんとかよ。それではサルミアッキー食べてみたいと思います。なんだこれ、なんだこれ、なんだよくわかんない、なんだこれ、ひねってくる、ひねってくる、いやー、まずいまずい、やばい。え、なにこれ、なんなんだこれ、なんていう味これ、わかんない。苦味なのか甘味なのかよくわかんない。しょっぱい、変な味、なにこれ、なんか表現できない、初の味だこれ。しょっぱいような感じはするんだけど、吐息がアンモニア。うん、そう、食感はね、そんなに飴ほど硬くなくて、ちょっと半分グミみたいな、そんな感じですね。ちょっと柔らかい。まあね、これ例えが結構難しいんですけれど、まず第一に感じるのがしょっぱいってことですね。次にちょっと出てくるのがゴムっぽい味で、その後は、吐息がアンモニア。なんかね、タイヤの一部を食べてるような、そんな感じかな。でもね、まあ正直に言って激まずってほどじゃないと思うんですけれど、おそらくね、これ中毒性があって、好きな人は相当好きになる味かもしれないんですね。ちょっと草屋的なね、ピータン的な、そういう要素だと思います。ただ僕はまあ好きじゃないけどね。こういうまずい系出てきたら、これね、もったいないから、これ誰かに食べさせるしかないですよね、今度ね。まあ比較かな。ということで、この激まず飴サルミアッキを体験してみたい方は Amazon で購入できますので、チェックしてみてください。はい、これね、最近買った僕のお気に入りの加湿機能付き空気清浄機です。これメーカーはパナソニックで、 FVC70XK っていうのかな。はい、こちらナノイー付きですね。で、僕は必ずこれつけてるんですけど、加湿ですね、加湿空気清浄。はい、こちら PM2.5 って書いてありますけど、 PM2.5 これ入ってきた場合も綺麗にしてくれます。で、こちら横にね、タンクがあります。これ取り外しすごく簡単で、こういうタンクになってますね。水を入れるやつで、色はこれブラウンみたいな感じですね。で、僕風邪ひいてからこれマックスでつけてやってるんですけれど、それのおかげでいつもの風邪の時より明らかに声が出てるし、喉もそんな痛くならないんですよ。でね、東京だと冬すごく肌乾燥するんですよね。それもね、あんまり感じなくなりましたね。ということで、加湿空気清浄機購入お考えの方はこれね、結構おすすめだと思います。ということで、また次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。
セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ。こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。